ラロン肖像画1889年。タゴール室と伝わるラロン病を補キるラロンシャ派は、ベンガルの歌い手バウルの聖人にして作曲家、作詞家、詩人。数千曲を作ったと伝承されている。聖人とみなされている。単に、ラロンと呼ばれることも多いが、ラロンシャもしくは、ラロンシャーなど、わずかに発音が違う複数の名前で呼ばれている。 ラロンは当時イギリス領インドに生まれた。高貴裕福な家に生まれたと推測される。よほど嫌な思いをしたのか、ラロンは自らの故郷のことや執事についてほとんど何も語っておらずわかっていないが、イスラム教の村と対立していたことから、ヒンドゥー教の村出身だという説が多い。旅先で病にかかり、死に駆け道で意識を失い倒れていた時に、 イスラム教の女性に助けられ、意識を失っていたラロンを家まで運び、夫と共に手厚く看病した。この際の病気は天然痘と言われている。看病の末に休死に一生を得たラロンは深く感謝しぶじ帰郷する。しかしながら、帰郷先の故郷で待っていたのは非難だった。宗教対立先の村に助けられたことをなじられ、失意のうちに故郷を去り放浪の旅に出た。 旅先にて、バウルのグルと出会い、弟子入りし、バウルとなった。宗派や村など人を分け隔てる者に苦しみ、それを超える歌を歌い出した。偶然ながら、芸術的才覚に恵まれて、バウルの父歌を芸術的レベルまで引き上げたとされる。細々と続いていたバウルが、芸術的才覚によって爆発的に広まり、また、多くの人に愛されるきっかけを作った。 現存するバウルはすべて彼の弟子筋に当たると説が現地で話されるほどに影響が大きい人物でもある。ただし、ラロンの弟子系統以外のバウルも存在が確認されている。生涯に1000曲とも2000曲とも言われるバウルの歌を作ったとされる。一説には1万曲を超えるとの風説も存在しているが、確実にララロンの曲だとみなされているのは800曲ほどである。 最晩年亡くなる寸前に、シセータゴールと出会ったと信じられている。イスラム教ヒンドゥ教分け隔てなく、弟子を取り、両派の和解を願った。ラロン病がバングラデシュのクシティアに混流されている。成人としてみなされ、PBS が2004年に、ベンガル語圏で歴史上人物の人気投票を集ったところ、12位にランクインした。1973年に、ララン・ファキア、 1992年に、アフターララン2004年に、ララン2010年に、モネールマヌスが制作された。ありがとうございます。